地球のみんな、俺はウルトラマン Z、 あのウルトラマンゼロの弟子をやらせてもらってるんだ。この時間は俺とゼロ師匠が出会った頃のお話をお届けするぜ。ウルトラレアな裏話なんかも聞けちゃうかもしれないぜ。よし、今日の走り込み終了っと。て、やあ、お疲れ様。メビアス兄さん、よしてくれよ、兄さんだなんて。あ、よし、よ、しかしメビウス兄さんはウルトラ兄弟の一員に数えられているわけですし。まあそうなんだけど、まだまだ僕も勉強中だと思っているからね。できたお人だ。あ、自分ウルトラマン Z と申しまして。知ってるよ、光のところに出入りしているのって君だろ。そうか、メビウス兄さんは光先生の戦友でしたね。君のことは光からよく聞いているよ。将来有望な若者だって。え、本当ですか。いや、参ったな。師匠に言わせれば俺なんて半人前どころか3分の1人前だって。誰か師匠についてるんだ。はい、ウルトラマンゼロ師匠の弟子やらせてもらっています。へえ、ゼロの。なに、ふかしこいてんだお前。師匠。やあゼロ、久しぶり。おう、メビウス。何吹き込まれたか知らないが、俺はこいつを弟子だと認めたわけじゃないからね。そんな、師匠。そんなこと言って、実はまんざらでもないんだろゼロ。な、バカ。そうなんですか。ゼロは昔から素直じゃないところがあるからね。やめろメビウス、俺はな。はいはい、だったらゼット、ゼロに認めてもらえるようになるまで僕が訓練を見てあげようか。いいんですか。僕も将来は太郎教官みたいに後輩を指導できるようになりたいからね。その前哨戦ってことでいいだろゼロ。え、お、おう、もう、やった、ありがとうございます。よし、そうと決まったら早速コロセウムに行こう。君の実力も見てみたいし。は、はい。ち、勝手にしろ。本当にいいの。何が。このままゼットを弟子に取っちゃおうかな。メビウス、お前な。冗談だよ。まったく、素直に認めてあげればいいのに。うるせえ。